若者と触れ合って、かなり、人気が出ている様子ですね。解散レースのスタートは2時ちょうどの予定になっております。あと2分の少々で購入締め切りとなりますのでお急ぎください。確認必ずお手伝いかどうかの確認もよろしくお願いします。第3レースの豚の名前と体重をもう一度申し上げます。7番アルセウス118キロ、8番ピカチュウ116キロ、9番ポカブ117キロ、10番テクロム118キロ、11番ポッチャマ117キロ、12番コロダル118キロとなります。スタート3分前になります。スタート2分前になりました。はい、まもなくスタート2分前になりましたので、ご注文と係員の方も平時に着き始めています。まだ赤も白もまだ分かっていないようですけども、まもなく赤旗が離れたなと思いますけども、一応のレースは先ほどと同じで、スタート地点からゴールまで、ゴールの方、一番奥の方に入ったことが一着という形になりますので、その辺よろしくお願いします。はい、そろそろ準備の方はいかがでしょうか。まだ白旗が上がっていないということで、準備の方もうちょっとかなと思います。ました、白旗が上がりました。はい、準備は整ったようです。それでは第3レーススタートします。スタート。はい、ゲートが開きました。一斉に後ろ向きからスタートしました。8番、8番、7番、はい、12番が3つ目の勢いです。8番、出た、12番。はい、まもなくゴールです。先頭がゴールしました。発表まで少々お待ちください。はい、ただいまの結果、一着10番テクロム、2番12番ソバル、3着が9番ポカブです。確定しました。1着10番、2着12番、10番と12番とお書きの方、見事当選となります。フランクフルト5本当選となります。交換を見て引き換えお願いします。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。もう1レースございます。第4レース、また同じ豚が袋という形で、今スタートした方に、また走ってきます。Thank you.
げなどでレース時間を少々早めます。第4レースのスタートは2時10分出走の予定になります。第4レースのスタートは2時10分出走の予定となります。2分前までに本券の購入よろしくお願いします。2時10分の予定になります。斉藤さん、パドックの方の様子中継よろしくお願いします。はい、わかりました。ですね、先ほど出走し終わった終わりにはまだ元気が残っているかなというような状態ですけども、一応お名前に感想を聞いてみますか。一応ステップをやる気満々、走る気満々のようですね。次の最終のチャンピオンシップに俺は出るんだのような顔はしてました。ありがとうございます。調教してくれたフルオーバーシステムは何かありますかね。いや、無事の無駄素直なんで大変言うこと決めるよ。走るといえば走るし、止まるといえば止まるし、大変優秀なので、今日はもう一生懸命走るとは教えておかないんですけども、それなりには頑張って走ってるようですけども。わかりました、ありがとうございます。第4レース終わってすぐにですね、うちのまいちゃんと一緒に丸盛りダンスがありますので、ぜひ参加していただくといいことがあるかもしれません。小さなお子様、まだ帰らないで、もうちょっと待っててね。締め切りあと2分前になります。第4レーススタートは2時10分の予定です。まもなく締め切りになります。はい。
はい、まもなく発送3分前になりました。お買い求めで、まだ確認の判子をいただいていない方は、大至急テント脇の確認所の方で判子をいただいて、並走がご完成いただきたいと思います。なお、このレース後にバルボリダンスを控えてますので、教育の皆さん、もう少々お待ちください。その後のチャンピオンシップでもし見事当選しますと、商品券やお米などが当たります。はい、この第4レース、先ほど1着10番のゼクロム、2着12番のヒコザル、3着9番のヒカブ、またこの順で走ってくるのか、それとも7番アルセウスあたり、先ほど力を出していないので、その分最後のレースにかけて力を貯めているのかどうか、スタートしてみないとわかりませんけども、また8番のピカチュウ、ポケモンのピカチュウですけども、ピカチュウもまだ力を本領発揮していないということで、この辺も、次のレースでは力を出して最後まで走り切るんじゃないかと思われますけれども、まもなく、準備の方整ってきました。係員の方も配置に着いたようです。白旗が上がったようです。はい、白旗が上がりました。では第4レースのスタートします。第4レーススタート。はい、ゲートが来ました。先ほどのように10番のヒコザルが勝てれば、12番のヒコザルが速い、12番のヒコザル、8番のピカチュウ、ピカチュウ止まるな、そこで何とかなるんだよ。今回は大変いレースです。はい、今ゴールしました。4レースゴールしました。もう少々お待ちください。はい、確定したものです。確定しました。一着10番ゼクロム、2着11番ポッチャマ、10番11番となります。着順動画当選となります。おめでとうございます。今から来るのご本当期待になりますので、公開所のホールにお願いします。1着10番2着11番となります。当たった方おめでとうございます。続きまして丸ボリダンスに入ります。うちのマイちゃんも真ん中の方に出てきましたけども、マイちゃん、これも出るのかなーみたいな、はい、それではいよいよ本日のメインレースのチャンピオンシップになりますが、その前にチャンピオンシップを盛り上げるためにマルボリダンスをパフォーマンスいたします。ミュージックスタート。
よくできました。はい、じゃあ引き続きフレークの中でよろしくね。それではいよいよ本日のメインレースのチャンピオンシップになりますが、チャンピオンシップで走る選手を紹介します。1番アクちゃん118キロ、2番タケちゃん117キロ、5番ヨッシー115キロ、9番ポカブ117キロ、10番ゼクロム118キロ、12番ヒコダル118キロ、以上の6頭になります。チャンピオンシップの本命の書き方を説明いたします。これまで1レースから4レースまでは1着2着でしたが、最後のチャンピオンシップは1着、2着、3着の3頭当たらないと合格になりません。順番が変わっても合格になりますのでよろしくお願いします。1レースの上位3頭と3レースの上位3頭が決める真のチャンピオンを決めるレースになります。全力の 50m をどの豚が駆け抜けるか、今からとても楽しいですね。このレースは今までのレースと違い、投票権は1着、2着、3着となります。豚を3頭、番号をよく考えて書いてください。なお、当選しますと豪華賞品券とつや姫が当たります。皆さん頑張ってください。それでは実況の斉藤さん、斉藤さんどこにいますか？はい、今、高田君の方にいますけども、チャンピオンシップ出場の方が、ここに待機しています、前頭ともにかなりリラックスした状態で、チャンピオンシップの方も頑張って走ってくれるんじゃないかと思いますけども、はい、状況としては あまり大きい声では言いませんけども、12番あたりが今のところ一人張り切っているような状態なので、12番彦田ですか、そちらの方かなりハイテンションで、待っているような状態です。そんなわけで、これはチャンピオンシップですけども、1レース、3レースの先着3頭ずつが出走します、それで、先ほど一番最初1レースの方かなり予想通り読み通りのレース展開となりましたけども、最後の方3レースの方ですけども、3レースちょっと4レースの方が読みと若干違いまして、天候の方もかなり涼しくなってきたので、豚の方の体調の方もかなり上がっているかと思います。それですね、とりあえず先ほどパドックの方に行って豚の方にインタビューしてきました。そうしましたら、優勝したら何になりたいかと言ったら、
一番の秋田は私は立派なとんかつになりたいと、優勝したから立派なとんかつになりたいと言ってましたけども、まあ立派かどうかは分かりませんけども、とんかつにはなれるんじゃないかと、二番の竹ちゃんは私は焼き豚になりたいと、豚肉の王道を焼き豚になりたいだと、優勝したら焼き豚になりたいということでした。で、1レース3着の吉井の方はなんと中華の王道を私は酢豚になりたいと、5番の吉井は酢豚になりたいと言ってましたね。時間的に、ちょっと昼の時間もずれてますんで、かなり腹の方に答えますけれども、それでですね、3レースの1着10番ゼクロム、ゼクロムの方は私はなんと豚まんになりたいと、そういうことを言ってました。12番のピコタルは私は餃子でもいいと、優勝したら立派な餃子になりたいと、そういう話でしたけども、ポカルの方は私はその辺の、ね、スーパーでいいですけども、生育で一番光っている豚肉になりたいと、あんまり欲はないようですけども、やる気は満々のようでした。そんなところで、各組がチャンピオンシップに向けて今若干休憩を入れているような状態でした。ありがとうございます。ではメインのチャンピオンシップの出走時間ですが、14時30分の予定となります。14時30分予定になります。14時28分頃までに本件の受付を確認状を済ませてください。よろしくお願いします。主賞馬をもう一度紹介します。1番あきちゃん118キロ、2番たけちゃん117キロ、5番よっしー115キロ、9番ポカブ117キロ、10番ゼクロム118キロ、12番ソーダル118キロ、以上の6頭となります。チャンピオンシップの書き方はこれまでと異なります。1着、2着、3着を予測していただいて、着順ぴったり3頭当たれば合格となります。社長に最後のチャンピオンシップのどうでしょう、手応えなどをちょっと伺ってもらえないでしょうか。はい、かしこまりました。それでは社長、社長のあっちゃんは1番2番に受けられですけど、その辺も兼ねて、よろしくお願いします。そうですね、1レースに連覇、2レースを連覇しました。あっちゃんが一番優先なんじゃないですかね。僕の名前を取ってるので多分伊藤賞だと思います。皆さん勝ってください。ありがとうございます。一着あっちゃんが強いという予想ですが、皆さん当てにしない方がいいと思います。外れた時書かれてますので、皆さんご自分の目を信じてよろしくお願いします。アスカサラニが見てるだけや。天気チェックてな、値段にか。
雑勤なの夜中まで。雑だけどね。カタカタつなんだぜ、3分。あと2分少々で確認が締め切られます。おかげさまで。皆さん、お手元の3等まで、3着まで予測かかってますか？1着、2着、3着を予測していただいて、確認必ずお願いします。当選しますと、商品券や試合が当たります。皆さん、慎重に審議してください。よろしくお願いします。はい、皆さん、それではチャンピオンシップ出走5分前です、残すところあと5分となりました、出走する馬の確認、お手元の投票券の番号の確認お済みでしょうか。1219、1はやっぱ入れるよね。1212125、1210で3通り勝った。1番、2番、10番で全通り勝った。勝ったの？1番、2番、10番の全通り。やっぱどれですか？予想屋さんは1番。秋分。まもなくチャンピオンシップ確認の締め切りとなります。よし、頑張れ。純之助当たったら出資金じゅーちゃん出したんだから、じゅーちゃん高いし。一着、二着、三着全部揃わないとダメなんですよ。よろしくお願いします。チャンピオンシップ出走等を改めてもう一度紹介いたします。1番あきちゃん118キロ、2番たけちゃん117キロ、5番よっしー115キロ、9番トカグ117キロ、10番ゼクロム118キロ、12番ヒコザル118キロ、以上の6頭になります。さあ、時間も迫ってきました。まもなくスタートゴールチェーンしてもらったのがいいと思いますけども、ゴールチェーンしてもらったのがありました。スタートの方はいかがでしょうか。スタートチェーンしてもらったのがありました。体制が整いました。はい、それでは本日のメインレースチャンピオンシップスタートします。スタート。ゆっくり行きました。はい、2番が2番が速いな。1番、1番まで、はい、9番、10番、2番、9番、5番が速い。5番が最後となるか、間もなく4になると思います。守られるゴールです。ここで休まないでください。最後まで頑張って走れ、頑張っていけ。はい、頑張れ。はい、1着ゴールです。
はい、まもなく着順確定すると思います。今少々お待ちください。確定しました。1着2番かけちゃん、2着9番ポカブ、3着12番ひこちゃんとなります。2番9番12番国民の方がまとめになります。いらっしゃいました、いらっしゃいました。そのままお残りください。いらっしゃいますか、いらっしゃる方はちょっとホーム近くまでお越しください。はい、当選券お持ちの方は、はい、手名前でいただければ。あ、今回のチャンピオンシップ当選者は今のところいないようです。もう一度皆さんお手元の券の番号をお確かめの上よろしくお願いします。もう一度当選番号を申し上げます。1着2番、2着9番、3着12番です。いらっしゃいませんか、本当にいらっしゃいませんか。最後壊したな。壊したな。痛いじゃん。これは誰も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 終わりでいいですか？終わりだってよかったよ。見れるよ。残念ながら第1回トントンレースのチャンピオンシップ当選者はいなかったということで、東日本大震災の復興のためもその現金として今回の商品は提供したいと思います。本日はありがとうございます。ではこのまま閉会式に移ります。じゃあ閉会の挨拶をすみません、社長お願いいたします。はい、大変お疲れ様でした。最後の方のレースは、ね、なかなか当てるのも難しかったようですけども、皆様から来ていただいて、本当に大盛況に終わったかと思います。本当にありがとうございました。これでトントンレース終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。多くの皆様から今日はトンテンを購入していただきました。このスピードク、この本件で得た一部の売上金は東日本大震災の復興の現金として寄付をさせていただきます。第1回ということもあり一度ご覧いただいた方だったと思いますが、ここでお詫び申し上げます。皆様いつも支えていただきます。